いやー、これ家のグリルなんだけども、もうだいぶ年季が入っててさ、すごい汚れたんだよね。で、これでよく食パンとか焼くんだけどさ、まあ生臭い食パンができるんだよ。まあうちの親はあんまり気にしないで食ってるんだけども、俺はね、それが嫌でさ、で一回、洗剤で洗ってみたりとかしてみたんだけども、汚れが落ちなくて。で、次にこの、セスキ炭酸ソーダっていうやつ。これでつけ置きして、で、もう一回洗ってみたんだけども、やっぱり全然ダメで。で、結局今も生臭いままの食パンなんだけどさ。でね、今回はね、ちょっと強力な秘密兵器を、ちょっと買いに行こうかなと思います。昔ながらの薬局にやってきました。免許証と印鑑を持って、ちょっとやってきました。カスエソーダ 500g 購入しました。値段がね、結構安かった。486円。これ劇物だから、これ劇物だから、あれだよ、これ劇物 これ劇物だからね、身分証明書と印鑑がないと買えないんだよね。だから今日は、まあその2つを持って、購入しました。フレーク状のやつと、粒子状のやつでいろいろ種類があるんだけど、これ粒子状だね。サラサラしてる感じだ。それじゃあその買ってきた火星ソーダを早速使っていこうと思います。これ取り扱い注意だからね、これでちゃんと軍手じゃない、ゴム手をしてやっていきましょう。まずこれを水に溶かすんだけども、水を張って、で、その中にこの火星ソーダを入れていくと。火星ソーダの上に水を入れるんじゃなくて、水を張ってから火星ソーダを入れるっていうね。これ大事ね。火星ソーダに水を入れるとね、発熱するんだけども、これの発熱がね、火星ソーダ本体に水を入れるとすごい危ないっていう。水に火星ソーダを入れることによって、まあ水の量が多いから中和されるみたいな、そんなことをウィキペディアに書いてたんで、気をつけてください。じゃあちょっと早速やってみますか。これね、スプレーにすると危ねえんだよ。スプレーじゃなくて、こういう感じのね、スプレーにするとさ、それは霧になってファーッと飛んで目に入るとめっちゃ痛いんだよ。だからこの、ノズルを調整して、このなんていうの、これビーム水っていうの、そういう風にしていただければなと。火星ソーダって何なのかっていうと、ものすごい強いアルカリなんだよ。で、アルカリっていうのはタンパク質とか溶かすから、だからこういう油の焦げ付きとかね、すごい効果を発揮するんだよね。もうちょっと弱いアルカリ性のやつだったらね、セスキ炭酸ソーダっていうのがあるんだけど、でもさすがにさ、このレベルのグリルの汚れなんかは、セスキ炭酸ソーダレベルのアルカリじゃ無理なんだよ。火星ソーダを使わないと。多分、これはあれだ。もうちょっと濃い液を作った方がいいな。もう一回ちょっと、やり直そう。もう相当濃いやつ作ったわ。なんか、あんまり落ちないから。もうこれ以上ないんじゃないかっていう濃いやつを作ってみたんだけども。いや、落ちてるって言っても、まだ微妙になんかあれだよな。汚れ落ちが悪いよな。もう結構油汚れがひどくて、相当濃い液を作って、磨いてみたんだけども、ダメだったから、つけ置きにしますよ。しかも相当濃い液で。これで、ちょっとしばらく、
時間を置いてもう一回再度挑戦してみますか。よいしょ。こうやって先ほど撒いた火星ソーダを溶かしていくと。1時間経過したけどもどうすかね。だいぶ汚れ落ちたんじゃない？大事な水が。おお。そうでもないか。うん、こんな感じでちょっと金倒しとかでこすってあげればさ取れるよ。こっちも金倒しでこすればいけんじゃない。本当はなんかブラシで軽くこするだけでね落ちることを想定してたんだけども、そんなにこの汚れは甘いもんじゃなかったな。金出しだといけるね。で、あともう電池が少なくなってきた。残念ながら。ちょっと軽く金出しで擦ってからもう一回撮影します。うん。まあ頑張ったけどこれが限界だな。一応キュッキュッとは鳴ってるんだけどね。だけどもまだ微妙にこういうねちょっと黒いところが残ってるよな。うん。いやー思いのほか手強かったな。まあどうせさ俺が綺麗にしたところでまたサンマとか焼いて汚れていくからいいか、これで。まあ、正直さ、こういう、もうこびりついちゃった油汚れっていうのは洗剤とかそういう薬品使って落とすとかじゃなくてね、火で焼いたりして焼き切った方がね、綺麗になったりするんだよな。うん。まあ今回はちょっと、火星ソーダの威力を試したくて、試しにやってみた。だけどもまあまあでも綺麗になったでしょ。ちょっと今回は汚れのレベルがひどすぎたってことで次回はもうちょっとなんかお手軽な汚れを落としていこうかなと思います。それでは。